これから数回にわたって、パヤラサーバーの管理コンソールの基本的な使い方について解説していきたいと思います。第1回目として、パヤラサーバーの管理コンソールの概要と、管理コンソールを使用する上で理解しておきたいパヤラサーバーの コンセプトについてご説明したいと思いますまずパイアラサーバーを起動してウェブブラウザで HTTP のローカルホスト4848 48番を開きますと図のような こちらの図のような管理コンソール画面が表示されます。パイラスサーバーの管理操作の大半はこちらの管理コンソールで実行できるように設計されています。 パイラーサーバーの多言語版のディストリビューションをご利用の場合は、お使いの OS の言語設定に合わせて管理コンソールがローカライズされます。こちらには日本語環境における管理コンソール画面を示します。管理コンソール画面は大きくヘッダーと左ペイ それから右ペインの3つに分かれていますヘッダーはパヤラルサーバーに関する管理コンソールに関する情報そのものが集約されていますこちらのヘッダーの右上にご注目いただきたいんですけれども こちらには管理コンソールの操作を記録して同等の ASA d m i n コマンドのコマンドスクリプトを生成する ASA d m i n レコーダーのボタンがあります ASA d m i n レコーダーにつきましては Pyra サーバーのドキュメントをご参照ください次に左ペイン こちらにはパイラルサーバーを構成するコンポーネントやサービスの一覧が並んでいます。パイラルサーバーを管理するにはコンポーネントの構成もしくはサービスへのアクセスが必要になります。その対象を示しているものがこちら左ページに並んでいる項目のリストになります。 操作の流れとしましては、左ペインで構成を変更したいコンポーネント、もしくはアクセスしたいサービスを選択。そうしますと、右ペインにその詳細の情報が表示されるようになっています。例えば、コンポーネントの構成を変更する場合には、 そのコンポーネントを左ペインから選択して、右ペインに表示される設定値を変更して保存するといった操作になります。左ペインの項目、こちらは Pyala サーバーのアーキテクチャと密接に関連しています。そのためパ 管理コンソールを使用する上で、パイラルサーバーのアーキテクチャを理解することはとても重要になってきます。えー、左ペンには、パイラルサーバーのコンポーネントとサービスが一通り並んでいますが、今回はその中でも特に重要になるものについて、そのコンセプトをご説明したいと思います。 えー、パイアラーサーバーの、えー、コンセプトを図示すると、えー、こちらの図のようなものになります。えー、この図で示した各項目は、えー、主に管理コンソールの左ペインとそれぞれ対応しています。それでは具体的にいくつか見ていきましょう。えー、まずはドメインです。 ドメインとはパヤラーサーバーの実行環境そのものを意味しますドメインの実態はさまざまな構成の集合体でしてその中にはインスタンスアプリケーションリソースといったものが含まれていますドメイン管理サーバーと呼ばれる特殊なインスタンスがこのドメインを管理しています 皆様がパイラルサーバーを起動する際に使用するコマンド、ASADOMEIN、s t a r t d o m i n というコマンドあるかと思いますけれども、このコマンドの本来の意味は、ドメインを起動するという意味になります。続きまして、インスタンス。インスタンスはパイラルサーバーを構成する JVM プロセス。 のことを指していますこれがサーバーの実態となっているものです。インスタンスには、こちらに示すような情報を含んだ JVM プロセスになっています。例えば、ジャカルタ E の構成情報、ジャカルタ E の共有リソース、 それからアプリケーションのデプロイ領域、それからサーバーの構成情報、こういったものが含まれています。パイラーサーバーのドメインには、ドメイン全体を制御する管理サーバーと呼ばれるインスタンス、これが必ず一つ存在します。その他、必要に応じまして でスタンドアロンのインスタンスこれを構成することができますそして各インスタンス上でアプリケーションが実行されますではそのアプリケーションですがここでいうアプリケーションとはサーバーサイドの Java アプリケーションのことを指します このアプリケーションは JAKARTAEE の API を使用して構築されておりまして、必要に応じてサーバーが共有するリソース、例えばデータベースにアクセスするための JDBC リソースといったものを使用することができるようになっています。 それで、アプリケーションをサーバーの外部からアクセスできるようにセットアップすることをデプロイするといいます。アプリケーションは任意のインスタンスにデプロイすることが可能です。続きまして、リソース。 リソースとは、サーバー外部のシステムへの接続を提供する機能でして、各アプリケーションから共通機能として使用することができるようになっています。リソースへのアクセスには、JNDI というネーミング規約が使用されます。パイアラサーバーが提供するリソースには、例えばこちらに示したようなものがあります。 データベースへのアクセスを提供する JDBC コネクションおよびそのコネクションプール JMS の非同期メッセージングサービスへのアクセスを提供する JMS リソースメールの SMTP サーバーへのアクセスを提供する JavaMail セッションそれから汎用的な外部接続 を提供するコネクタコネクタは例えば、クラウドが提供している非同期のメッセージングサービスなどに接続する、そういったケースで使用されます。それから、並行リソースといったものが含まれています。この最後の並行リソースだけは特殊でして、これは外部のシステムではなくて、パイラサーバーの内部に存在しています。 これはアプリケーションでマルチスレッドの処理を行うためのジャカルタ E サーバーが管理しているエグゼキューターサービスそれが実態となっています。続きましてモニタリングモニタリングとはサーバーのコンポーネントやサービスの実行時の状態をレビューするための仕組みです。 管理サーバーにもモニタリングの機能というのは備わっていますが実運用ではリモートから AMX というコンポーネントにアクセスしてモニタリングするケースが多く見られますこの AMX とは Java 標準のモニタリング仕様である JMX と JSR77 といいう仕様で規定されている J2EE マネジメント API、これらを拡張したものでして、外部からは JMX のプロトコルでアクセスすることが可能になっています。なお、パイラーサーバーの内部では、モニタリング対象となっている各項目は、ツリーノード API と呼ばれる仕組みを 用いてて構造で管理されてますそしてその各項目の名前はインターネットのドメインのようなドット区切りの名前によって識別されていますこの管理コンソールを使用する上ではこのドット区切りの名前については特に意識する必要はありませんがモニタリング項目がツリー構造で整理されている ということは、参考までに押さえておくと良いかと思われます。続きまして、構成です。構成とは、サーバーをどのように操作、実行するかを決定づけるためのデータセットのことを指します。具体的には、こちらに示すような項目を挙げることができます。 例えば JVM の設定やシステムプロパティログもしくはモニタリングの設定 Web コンテナや EJB コンテナそれからスレッドプールに関する設定セキュリティや効果要請に関する設定といったものが挙げられますこの構成項目につきましてもモニタリング項目 同様に内部ではツリーノード API を用いてツリー構造で整理管理されています最後にまとめに変えまして p y a l サーバーにおける管理タスクの基本についてご説明します p y a l サーバーの管理タスク は詳細には多岐にわたりますが基本的な手順はこちらに示したようになりますまず1つ目最初にドメインとインスタンスを構成します2番目にアプリケーションやリソースをデプロイします3番目 にサーバーバをモニタリングしますその対象はインスタンスであったりアプリケーションであったりあるいは共有リソースであったりしますそして最後にサーバーを安定稼働させるために随時この1から3番の項目を見直していきます 次回以降は、えー、管理コンソールの具体的な操作について見ていきたいと思います。第1回目は以上になります。